はい、始まりました。2019年1月26日クイーンズのショールームです。こんばんは。めっちゃ光るよ。もろ布団、よいしょよいしょ。はい、なおやん、こんばんは。こんばんは、やっほー。いじめどん、こんばんは。やっほー、こんばんは。かいちゃん、こんばんは。かいちゃん、久しぶり。イエイ。君は光ったり光らなかったりするのね。くらい、こうだ。はい、イエイ。土曜日ですね、今日は。土曜日、皆さんは何をしてましたか？私は、ガンダムを見てた。今日は一日ずっとガンダムを見てた。もう、なんならガンダムしか見てないもん。長いね、ガンダムって。今までガンダムシリーズ、機動戦士ガンダムシリーズを一つも読んだことがなく、見たことがなくて、今日初めて、今日じゃないな、一昨日ぐらいから見始めてるのをレンタルしてきて、ガンダムウィング、機動戦士ガンダムウィングを見てるの。面白いね。ストーリーがなんかね、思ってたよりなんか面白かったです。でもまだまだ今ね6巻とかだから、まだ半分、あと半分ある。すごい長いし、ストーリーがめっちゃ展開していくね。こんなところで終わっていいの？あ、まだ続くの？みたいな。くまさん、こんばんは。やっほー。ジムソー G オリジン、ガンダム G オリジンかな。なんか迷ったの。ツタヤでいっぱいあるし、わかんないけど、なんかお友達にウィングって言われたから、結構サファンの人とかいろんな人からこれがあれが見たらいいよっていろいろ教えてもらったんだけど、まあ一番最初にお友達がおすすめしてくれたウィング見るかと思って、ウィング見てます。5人の青年男の子のやつ。トロワが好き。トロワバートン。私名前が覚えられなく、横文字の名前が覚えられなくて、全力でまあ何覚えながら見てるんだけど、トロワバートンかな。トロワが好き。カロイ金髪の子も好き。名前覚えられないのもやめたい。6巻ぐらいになって、でも全員好きだなって思ってきた。クマさん、ファーストガンダムにすればよかったのかな。でも長いじゃん。長い。もう水曜日までにあと6巻、まあ3日で6巻見れたからいけるか。もうね、家にいる時ずっとガンダム見てます。ずっとあっという間に終わるから、もう DVD 買えなきゃみたいな。コロコロ、こんばんは。クマさん、ウィングは映画もそうね。なんか総集編が普通のウィングの1巻から12巻と、何、総集編前編後編みたいなのがあったんだけど、でも総集編を見たらわかるんだろうけど、ちゃんと見ようと思って1から12を借りて、ツタヤに行くといろいろ借りたい映画あったの。タイタニックとか、なんか他にも借りたい映画があったけど、とりあえずガンダム見たら借りようと思ってね、ガンダム見てる。結構難しい。本当に知識が
なさすぎたから今までどういう話なんだろうとかっていうのも分かんなかったから新鮮。クーリン、こんにちは、こんばんは、ありがとう、久しぶり、久しぶりだね、ありがとうございます。クマさん、ウィンが女子にね、友達にもさ、女子に人気だから 見やすいかもって言われて見てる。面白い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 って面白い、難しい。でもやっぱりクーリン、ありがとうございます。これ持ってるとダメだね、顔が。こいちゃん、はじめまして、はじめまして、こんばんは、キュインズの立花ゆりと申します、よろしくお願いします。イエイ。うお、これ私のいつもの足枕足枕足に敷いて寝てる。足をさ、寝るときとかに足の位置を高く、心臓より高くしたらむくみにくいって聞いて、足枕足にいるやつ。布団の上がね、今布団の上なんだけどね、ゆりちゃんどこで寝てるのっていうぐらいごちゃごちゃしてるの。2ついるし、エジムントン月曜レニーに、お、お待ちしてます。じゃあちゃんと持っていくね、ありがとうございます。こいちゃんさん、ゆりちゃん何時頃、ゆりちゃんはまあ日によるけど、最近は寝るのとても遅い最近は寝るのはとても遅いです。結構、うん、夜中日付超えてから寝てるね。早く寝る日もあるよ、そりゃそりゃ早く寝る日もあります。早く寝て、でも早く寝てもそんな早くないか感じ。基本ね、夜わがた人間です。くまさん、ファーストガンダムは映画の1から3見れば。だそうなんだ、だいたいわかるんだ。悩んだの、 G オリジンとか結構絵が綺麗な新しめのやから見ようかなとか、聞いたことあるやつから見ようかなみたいな。ウィングとか G ガンダムとか聞いたことないけど気になったから見た。のりのりこんばんざい。ワンマンね、楽しかったよ。日曜掛けでしょ、楽しかったよ。あのね、やばいね、もう昨日2丁目の先駆けカミングアウトさんの、大好きな日曜掛けさんのワンマンライブに行ったんだけど、楽しかった。もう泣いたり笑ったり激しかった。前半泣いたの、今まで行った時はやっぱ後半とかでエモくなってきてエモい言葉を言われて泣いてたんだけど、もう前半から泣いてて、瀬戸利が結構泣かせに来てて前半から泣いてました。ボロ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 泣いて、カエルとかすごいギュウギュウの中で飛んで、1500人本当に埋まってると思って楽しかった。クーリン、ゆりまる嘘くしてる、早く会いに、ぜひ会いに来てください。くまさん、明日行けなくなりました。あらあら、大変。ノリノリ、ノンストップ、そうノンストップだったの。なんか曲と曲のつなぎが、なんかメロディーライン、新しいメロディーラインが作られてて、そこもなんか次の曲の象徴的なダンスをして、曲と曲の間がただ曲が変わるんじゃなくて、なんかもう一曲新曲が入ってるみたいな、でノンストップ、なんかアンコールまでノンストップでアンコールしてって感じで、新衣装も1曲目から新衣装で、もう悲鳴ぐわーってかわいいと思って悲鳴。こいちゃん、
自分は平日は21時ごろ寝て土曜とか23時ごろ、おお健康的ですね。今日はじゃあ土曜日だから1時くらいかな、1時じゃない11時ぐらいかな。健康的ですね。夜ね、眠い時は寝るんだよ。てか寝ようと思えばね、多分今からでもね寝れるんだけど、なんか夜中までなんかしてんの、なんかしてんの。ゆめくんこんばんは、お明日会える、やった、お待ちしてます、やった、よいしょ。いえ本当に布団の上に友達がいっぱいいるよ。私は猫の日、ヤンゴロゲで、まことでしょ、まことでしょ、これ布団ね。ドラちゃん、ドラえもんでしょ、よいしょ、でまことでしょ、ここにもゾウがいて、ここにもまことがいて、この辺にもまことがいて、大変よ本当に。どこで寝てるんだろう私。のりのり行けなくなったからライブ好きな友達にチケットあげたんだけど、最高。そうよ、結構なんかアイドル好きじゃなくてもライブが好きとかいう人でも絶対楽しいし、あーららライブが好きって人でも絶対楽しいし、なんだろう誰でも絶対に楽しめるライブだと思うの。まあ1ミリもね、私の友達もいるんだけど、そういうの本当に全力で興味ないっていう人にも世の中にはいるけど、まあ大抵音楽好きじゃんみんな。だからね、絶対一曲はみきちゃんが作詞した曲の中で一曲は自分に刺さる曲が絶対あるし、もう最高っていう感じ。早く DVD にならないかな。ゆめくんここね2階、ロフトベッドの2階。そう、ゆりちゃんはロフトベッドなの、ロフトベッドで寝てるのいつも。なんかいつも配信して、最近お家のどこでショールーム配信をしても電波が悪くて、なんなのっていうぐらい、一箇所ここがダメだったとか見つけたんだけど、窓際でもダメだし、廊下はちょっと寒いから嫌だし、最近はねこんな感じでね、いろんなお家のいろんなところから配信してる。これこれツイッターでしか見たことないけど、あの手のジャンル、あの手のジャンルって何、あの手のジャンルって何。ミチリンこんばんは、クマさん立花誠、そう立花誠しかいないよ基本は。最初本当に立花誠しか、このちょっとやめて、こら治った治った立花誠しかいなかったんだけど、なんか最近になって猫の日だったりドラえもんだったり、ゾウがね2匹の、うんよいしょ、ゾウが2人いる、結構大きい、大きいよこのゾウさんがうちに来たおかげで私の寝床は本当になくなった感じ。1で21円にちょがけと囲みチェキ、おお。なになにふみちゃんに呼ばれたから、お言ってら、やっほーい、でかい、いやいやでかい、抱き枕サイズ、柔らかい、好き、ゆうくんすげえ前、そうエレファントなの、エレファントゾウ、あエレファントかゾウかなんだっけ、アフリカゾウ、でっかいでけえ、ゾウかわいいでしょ、自分のキングサイズじゃない、普通、多分シングル、うんシングル
シングルのベッドに私はこんなにたくさんの人と寝ています。大変です。枕がやばいもん、いっぱいあるよ。ふふ。のりのりよよよはふみちゃんが歌ったらふみてやん、今日バンザイのライブか。ふみてやん、まことです。まことです。まこと、いい、ここに頭を乗せるのよ、ここに頭を乗せるのよ。そういう枕カバーなのよこれは。でもこっちの絵がすごい好きなのよ私。こっちの絵は何だろう、ここかな、ここに頭を乗せるのかな。これはでも本当新しい、最近手に入れた。イエーイ、まこと、これでもざってない、混ざってないかな。やっほー、こんばんは、ケインズです。ケインズの立花ゆりと申します。立花ゆりです。こんばんは。ちょっとカラオケに、あ、戻った、よかった。今日はね、配信でこのショールームにカラオケっていう機能がついたから、それをやりたくて。だから画質とかなんか止まったりしてるとやだなって思って戻してきた。ありがとうございます。こんばんは。そう、初めて私この今日配信でカラオケします。イエイ。イヤホンがないとできないって聞いたからイヤホン持ってきた。チャキン。はい、カラオケ。さてメンバーはやってるのかな、カラオケとか。ん、カラオケよいしょ。結構どんぐりコロコロ、あ、1位か。履歴にはね、トリプル A さんとか、これまなみだな、あれまなみがやったな前回、そんな気がする。何歌うの決めてないよって。そう、カラオケ配信してみたいなっていうだけで、何歌おうかは決まってないの。これね、なんかね、歌った履歴が見れるんだけどね、5個まで。これはまなみかな、だよね、みーたんとまなみでさ、よくやってるじゃん、あの2人。なんか履歴がフラワーさんとか西野カナさん、あいみょんさん、トワイスさん、トリプル A さんを歌ってるってことはまなみじゃないかな。前見た時はね、ビッシュさんを歌ってたから、ちょっと誰か分かんなかったんだけど、何歌おうかな。 CT 君こんばんは。こんばんは。やっぱ最近はまなみだと思った。どうすんの、イヤホンを挿して、じゃじゃーん、イヤホンよいしょ。これで聞こえてるの、イヤホン、イヤホンしたらできるんだよとしかまなみに聞いてないんだけど、何歌おう、何がいい、何がいいっていうのも投げやりかな。なんかのりのりおかえり、ゆりちゃん TO なの、嬉しいな。 T シャツ着てるよって言っといて。T シャツ着てるよって言っといて。あ、聞こえてる、よかった。ガンダム見てる、ガンダムの歌まだわかんない。ごめん、飛ばしてる。ストーリーが気になっちゃって、あんまりちゃんとね、ガンダムね、オープニングエンディング次回予告見てないの。ごめん。じゃあ何歌おうか決めよう。何でも入ってるわけじゃないんでしょこれ。えい、キーワード、何がいいかな。鼻水が。残酷な天使の、あら定番。
のりのりそれ言ったがゆりちゃんってコメント、あら嬉しい。しおり黒地に青っていうのがさ可愛い目だって。おじゃまじょドレミしおりね、実はねあんまり見てないの。見てなくはない、記憶がない。残酷なやつってさ、それこれか。はえ、これどうやって歌うの、え、どうやって歌うのこれ。う？え、どうやって歌うの。あ、う？お？え、あ、俺？は、え、これ流れてる？今。止めよう。流れてる？ちょっと、あ、俺？あれ？どうやってやるの？ちょっと再生ボタンを押して白線が、え？え、ちょっとわかんない。ちょっとわかんない、カラオケの長やり方がわかんない。リバーブ？自分のハートキャッチパラダイスってなんだっけ。あ、流れてないんだ、流れてなかった。タジオこんばんは、ヤッホー。どうやってやんのねえ。やるぞーとか思いながらさ、どうやってやるのかわかんないんですけど、これは、あ、あった、この歌を歌うっていう欄があった。こうスクロールしたら、なんだよスクロールするんだよって言えよ。あった、なんか人気曲ランキング変わってる。カラオケのやり方をね、今知ったまん。今知ったまん。あー間違えた、あぶねー。残酷なやつ歌う？えい、流れるかな？え、流れないな。流れるかな？あ、あ、すごい。流しといて歌わなかった。歌えた、歌え、歌ってないけど機能はできた。すごい、お家でカラオケができる。のりのりふみちゃんのチェキに立花配信で書かれた、あらいいじゃない、記念記念。くまさんやり方わかったよ、ありがとう。タジオ普通の、そう、なんか普通のない、書いてない曲、ハレパンさんのメガホンとかは入ってないんだけど、なんか入ってた、いろいろ。ゆうくんエモいね、エモいよね。残酷な天使のやつ流して、え、なんかねマイク、これから多分マイクのせいでなんかね面白くなっちゃった。歌います。なんだろう、音がでかすぎたのかな、ちょっと面白くなっちゃった。あ、すごいとかって一人で言ってる声がねマイクに反響してめっちゃ聞こえてくるの、自分に。ウケる。じゃあ1から、1からってどうやって歌うの、もう一回やればいいのか。 OK、 いきます。すごいね、字幕出てたもんさっき。歌わねえやつ。一番あれだよね、うざいやつだよね、歌わないやつ。一番うざいやつでしょ、歌わないやつ。
やだ。面白くなっちゃった。家の中で歌う、家の中で歌うのかって、ちょっと面白くなっちゃった。ね、歌おうって言ってるのにね。笑わないでね。途中じゃん。途中じゃないか。途中からでいい。歌っちゃった。終わり？あ、終わり。楽しい、楽しいね。お家でカラオケができたよ、イエーイ。楽しい。途中でね、歌詞がね、目が悪すぎて見えないっていうね。三角野郎やんさん、こんばんは、ウェーイ。私は小さい頃ずっとバストバパトスをパストってセバメーソセバメーソセバメーソ。タジオ笑われ笑わせないで笑わせないで、ライブの時に笑わせないで。何回かライブで歌い出す、ベッドの歌い出しの前に笑っちゃったことがあって、やべっ
ってなったもん。ゆうくん、エヴァンゲリオンの出てくるスーパーロボット対戦エヴァ、エヴァもガン、エヴァがスーパーロボに出るの？ロボットじゃないのに。スタジオ緑もね、やだ。ラブライブの趣旨だから、これは読めねえな、見えねえな。ラブライブの趣旨だから。自分のこんなに軽く歌ってるの見ても歌う、ありがとうございます。軽く歌ってます。そうです、お家なので。はい、今何時？39分。まだまだいける、もう歌える。だってさ、最初歌い出しさ、ちょっと恥ずかしいじゃんちょっと恥ずかしかったじゃん。何歌おうかな、何がいいかな、次何がいいかな。えー、くん中に人間、でもロボじゃないよ、エヴァは人造人間だよ。人造人間なの。エヴァンゲリオンはロボットじゃないの。リモコン、何歌おう。アイドルソング、アイドルソング、アイドルソングね。にょ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 、タジオ、俺はライブで高まってるとき恥ずかしくないよ。よかったそれはよかった。じゃあこれにしよう。最近ねハマってるの、このフェスティブさんのね新曲、フェスティブさんの新曲、ゆらゆらゆらり恋心。なんかいっぱい聴いてるから歌えるかわかんないけど、今浮かぶアイドルソング。難しいね、飛べちゃった、ごめん。ワイト、ワコ、最近ねすごい好きなの、この PV を見てから。フェスティブさんのマノちゃん、マノさん、マノちゃんがすごい好きマノちゃんのね顔が好き、かわいいマノちゃん。ごめん切っちゃった、打ち終わってから切ればよかったね。そう、最近聴いてるアイドルソングったらフェスティブさんとか聴いてる、聴いてます。あと何だろう、何だろうな、うーん、うーんねやめちゃった、意外と難しかった。なんか訪れがね難しかった。そう、でも入ってて嬉しいな、これに入ってるってことは入ってるんだ。みんな最近何の歌聴いてますか？なになに、最近はモモレボさんの片思い。モモレボさんはねライブで聴くぐらいだからあんまり知らないの、詳しくない。聴いてみたい、でもかわいい。モモレボさんはねマイニャさんが顔が好きね、だって誰、結構私顔が好きで行くからさ、顔が好き。明日一緒か、嬉しいな、激盛り
嬉しいな。明日も一緒、久しぶりだね一緒になるの。くまさん、アニソン、アニソン、アニソンだとなんだろう、ラジオモモレバのお宅に CD もらったから聞いてる。おお、いいじゃない。アニソンだとなんだ、なんかかわいい、でもみんなが知ってる歌がいいでしょ。うん、私もみんなが知ってる歌がいい。みんなが知ってる歌でアニソン携帯に、でドラえもんとか歌ったらふざけんなって言うじゃん。ドラえもんとかだとちょっと甘えじゃん。甘えじゃないか、でもなんか甘え感がある。何がいいかな。ガンダムはちょっとまだ歌えないから、ちょっと部屋を見渡してみる。部屋にアニメのものあるかなって思ったけど、誠ぐらいしかない。誠ではダメだ。プリキュアとか、プリキュアでもみんな知らないでしょ。あ、ドドドドドのドラえもん、間違えた。ドドドドドの方のドラえもん、ドドドドの星野源さん、わかるかな。わかんないかも、最近聞いてないから。てて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 て、テレテレレテテレレレテレテレレテテレレレだよね。キー何個あげ？ 2 個？ 2 個ぐらい？ドド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 ラえもん、ドドドのドラえもんの方がいいよね。でもキー高いな。結局ハム太郎ってでも本当に流行ってるよね。とっとこハム太郎すごいと思う。ハム太郎でミックスを打とうっていうのがすごいと思う。でも私散歩でも打てるじゃん。サザエさんでも打てるじゃん。俺もって、散歩とかさ、歩くの大好き俺もじゃん。楽しい、楽しいな。でも私がよく聴いてる曲は入ってないの。カラオケに入ってない、日中だけがカラオケに入ってないの、悲しいな。最近ねカラオケに行ってもね、本能のままに歌ってるからね、何歌ってるか分かんないんだよね。本能のままに歌ってる。なんだろうな、獣フレンズとか、あ、まどまぎ、窓まぎ、あ、ラピュタの君を乗せて、君を乗せて生誕で歌ったね私。アニメタルさんのがあったらいいね。私が生誕で歌った君を乗せてはアニメタルさんのやつなの。あ、ない、
本物しかない本物とはアニメタルさんのだとこれロック調ですごいねかっこいいのでも決めたんだこれ最後ね最後ちょっと歌いたい歌歌うから歌えるか分かんないけど多分知ってる人多いよ窓まぎのやつ落としちゃう交わした約束忘れないよ目を閉じ確かめる押し寄せたやみ振り払って進むよ音が触れ出した不安の影を何度でも咲いてこの世界歩んでこう止めどなく嫌われた時は今始まり告げ変わらない思いを乗せ閉ざされた扉キュイズに流そう、キュイズに戻そう。はい、そんなこんなでちょっとグダグダとしながら今日は初めてのカラオケに挑戦しました。イエーイ。初めてショールームでカラオケ、ん？ショールームでっていうかショールームに着いた昨日のカラオケを初めてした。結構すごいね、歌詞がさ出るんだね。歌詞わかんねえよとかって思ってたの2番の歌詞とかわかんねえって思ってたけど出るんですね、すごい。まただから機会があったらちょいちょいカラオケしたいなって思います。カラオケ行きたいなーってなったらねカラオケ配信するカラオケ行きたいなーってなったらねカラオケの配信にするね。ということで明日はライブです。鼻水出てきた。じゃん。明日1月27日は激盛りでパーリー内新春スペシャル、イエイ。代官山スペースオットさんにてライブがあります、イエイ。はい、出演時間は12時から、物販が12時25分からです。ぜひぜひ明日キュエンズのライブ遊びに来てください、よろしくお願いします。あさって月曜日にも新宿レニーさんでライブがございます。他にもねたくさんライブが決まってますので、クイーンズのツイッターや公式ホームページのカレンダーから見ていただくと、カレンダーから見ていただくと分かりやすいと思うので、ぜひ予定チェックしてクイーンズに会いに来てください。コネクトは良い。ゆうくんアニメタルさん好き。